こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。はい、始まりました。みさきの部屋です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日は、この秋おすすめのヘアアレンジをやっていきたいと思います。うん、入っても、残暑が結構続きそうな、そうね、はい、暑いね、気がするので、そんな時でも顔周りも首周りもすっきり見えるアレンジをやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。参考にしてみてください皆さん。はい、それでは動画スタート。よろしくお願いします。まずブラシでしっかりと毛先を溶かしていきます。32ミリのコテで毛先を強めに外はねにしていきます。何等分かに分けてやってあげるとしっかりと巻けます。反対側も同じように巻いていきます。こんな感じで巻けていれば OK です。オイルを5滴くらい出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に上に伸ばしていきます。全体を上の方にまとめていきます。この時に顎を少し上を向くようにしてあげると、襟足がたるみにくくまとまります。この時にブラシがあるとより綺麗にまとまります。まとめる高さは顎と耳をつないだ延長線上にまとめていきます。ゴムでお団子に結んでいきます。少し小さめなお団子で毛先が長めに残っていると OK です。毛先が乾燥している場合はオイルをもう一度毛先にしっかりとつけます。スカーフを使います。少し大きめのサイズでこちらを三角に最初折ります。そして三角のてっぺんの部分をもう一度半分に折っていきます。そしてこれを3等分に折ります。この状態の形を作ります。この状態のものを半分に折るんですけど、この時にこのビラビラの部分が内側に来るように半分に折ります。真ん中の部分に手を入れてお団子に巻きつけていきます。そして輪っかができるのでここにスカーフの反対側を通して、毛先がお団子の毛先に来るように下ろしたら完成です。こんな感じで出来上がりました。はい、すごいシンプルでおしゃれに仕上がったかなと思います。思います。はい、はい、今回は崩しもないですし、スカーフの巻き方も
崩れにくい方法になってますので、ぜひ参考にしてみてください。ちょっとね、斬新やんな、なんか巻きつけ方もね、はい、普通だと結ぶじゃないですか、はい、あれって結構なんか逆に緩みやすかったりもするので、うん、まあ、今回はちょっとね、こう通したりとかね、はい、っていう感じで仕上がってますので、暑い日がまだまだ、うん、続くと思いますので、はい、ちょっとすっきり見せるアレンジ、はい、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、お願いします、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。